Yeah.
ート in 東京ドームシティホール、今こそ団結だ、ガンガン行くぞ8年目、皆さん楽しんでますか？皆さん元気ですか？ありがとうございます。ここでね、HKT48がコンサートをさせていただくのは初めてということで。え、そんなことないって。いや、単独でリカワとかはあるんですけど、コンサートをさせていただくのが思い出せる君たちへとか、公演、リバイバル公演とかはあるんですけど。じゃあちゃんとしたの初めてなんだ、はい、意外だね。サッシーどうですか？いや、なんか意外でもなんか不思議であり懐かしい気持ちもあり、なんか2人がいるのが早くも不思議な感じ、ね、懐かしい感じですよね、うん、なこちゃん。はい。いや、やっぱり何回見ても嬉しいですね、うちわとかあるのは、うん、なんかでも、うん、しんみりしちゃうからすごい明るいこと言うと、はい、HKT にいる時の方が痩せて見える今日言ってますよ、うん、本当に。向こうはやっぱみんな細いじゃん、うん、すごいガリガリだよ今日。あ、本当ですか？今日ガリガリ、うん、ガリ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 だよ。今日はじゃあちょっとガリガリなので、うん、ちょっと痩せてる感出して頑張るそうだね、ガリガリから。さくちゃんは、いや、今日も楽しみたいと思います。何当たり普通にいる人みたいにして、みんな分かった、普通にいる人、そうする、ね、普通にいる人、当たり前の感覚、分かった、はい、もうリビアンはリハから泣いてたよ。そう、なんでリハでさ、一回待ってるよ、一回目合ってないけど。いや、もうやっぱり悲しくなりますね。もう泣きそうじゃん。え、てかさ、リビってマイク生きてるんだね。え、ね、そこ生きてます、私生きてるんだ、はい、よかった。ギリギリ村重は生きてまーす。イエーイ。いつでも、もう今日死んでる感出してたけど、バリバリ生きてるんで。そうなんだ。ポン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 ってDJ GO ですって感じでやってきますよ。最後のいらなかったね。最後のいらなかったね。なんてる、まあ DJ GO です、うん、すいません。もう帰ります、帰ります、福岡に帰ります。そしてミオちゃんが、はい、踊ってましたね、ミオちゃん。そうだ、お帰り。そうなんです。ありがとうございます。そうです、1年、約1年ぶりに踊ることができて、すごいちょっと感極まって泣いちゃったり。よかったね、頑張ったもんね、リハビリね、いっぱい。あー、あ、私も泣いちゃいそう。よかったね、大変だったもんね。まだまだ全部は踊れないけど、出れる曲一生懸命頑張るね。頑張ります。あと、さくちゃんとなこと一緒に ね、うん、ね、最後じゃないですけど、まあね、最後じゃないですけど、まあ、2年は最後とカウントしていいんじゃ。もう2年後には初めましてでまたやろうよ、一から今日とりあえず今日はね、ラストになっちゃうからね。そう、出れてよかったです、よかった、よかった、はい、みんなで今日は楽しい思い出を作っていきたいと思います。みんなで一緒に楽しんでいきましょう。さあ、この間ね、5期生がお披露目されたんですけど。そうだよ、なことさくらは初めましてでしょ。初めましてということで、じゃあ5期生前に出てきてください。すごくない？マジキッズなんだけど。え、本当にやばい、ガチキッズよ。どうしたの今日は。どうしたの今日は。どうしたの今日は。何しに、今日何しに来たんですか？コンサートに来ました。見に来た人がかわいい。なんか噂で聞いてることがさくらいないの？え、あ、みやびちゃん。あ、やっぱり。あの、3年 C 組みたいな、はい、そうそうそう、3年 C 組、青春学高校出てました。ダンスがすごいみたいな。そうなの、逸材よね。楽しみ、ありがとうございますあのね、魔王以上、山本魔王以上堂々としてて、だから頑張ります。本当に。なこは矢吹奈子です。え、なに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 、身長的には全然身長だけだけど、でもさ、やっぱり感覚あるよ。顔がやっぱちょっと顔が何ですか。違う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 、新人ではないよね、やっぱ貫禄がある。え、待って待って、猿年の人いる？猿、あ、じゃあ私5期生で猿年だから、タメみたいな感じだ。同期でタメだ。違う違う違う、一回り上同期でタメだね。タメ口で喋ろう。なんかちょっと、なんさ、なんさ、無理です、敬語使います。タメなのに。タメじゃん、タメなのに。え、ネズミ年いますか？ネズミさすがにまだいないんじゃない？いないのか。こっち側が一番下がジジイたちが、いやいやいや、ジジイのネズミ年がいるけれど、一番下が何歳や？え、小6、ですよ。そうじゃん、クドゥだよ、工藤遥香ちゃん。あ、めっちゃ一緒じゃん。そうそうそう、クドゥじゃん、生まれ変わり。おお、
卒業したからね、アイドルを。雰囲気もありますよね、なんかちょっと、うん、かわいい。今から歌うんでしょ。歌います。かわいい。歌います。頑張ってね。頑張って。頑張ります。楽しみ。でリハをさ、さくらとさくらが見てたじゃん、そっから、うんうん、それってどういう気持ちだったの。緊張する、した。うん、少し緊張はしたけど、ちょっと見てもらえるから少し気合が入りました。おお、いいね。ありがとう。まあこっからまた2年会わなくなるからさ。ごめんね。幻の先輩みたいな。ごめんね。めちゃめちゃ身長伸びる可能性とかもありますから。そうだよ、もう多分会ったら、次会ったらもう分かんないかも。何センチ今身長。141です。あ、ミニモに入れるね。知ってるかな。かわいい。じゃあ、あとは任せるなっちゃん。はい、じゃあ、ご帰省、曲振りをお願いします。頑張って。頑張れ。じゃあね、あとは任せたよ。頑張れ。それでは聴いてください、初恋バタフライです。
I'm not afraid to
秩序に動いてる人混みの中、僕はなぜか立ち止まって動けなくなってしまった。それぞれの目的がぶつかる道はただまっすぐ歩くことを息苦しくなる。何とかしようとしてるんだろう。天使は列車どこにいるんだ、矢を放って僕はどこに立ってる。君がどこにいてもいい、愛が欲しいんだけど。離れて暮らす僕たちの日々。
気づいてはいたけど触れたくない。
この5人組です。どうぞ。年齢は109歳。いやもう疲れたけどねって言ってましたね。もうとんでもねえ、すごいですね、はい、ね、本当に楽しんでいただけたんじゃないかなと思います、はい、さあここからはですね企画のお時間となります。久しぶりにこのコーナーを行いたいと思います。はい、帰ってきた富吉オーディション。恥ずかしい恥ずかしい、帰ってきた。さあということでですね、まあ、ゲータスチャーのメンバーが多い HKT ということで、はい、まあ、その中で生き残るにはオンリーワンな個性が大事なんですよ。そこで、はい、私富吉飛鳥がコンサート前に直接ガチでオーディションをして選んで
もうそのえりすぐりの、ね、方々にここで特技を、ね、披露してもらおうというコーナーになります。さしこどそれゆぶりに。そうですね、5期生もそうなんです。聞いたことですし、はい、でも以前はですね、サッシーさんに優勝者を決めてもらってたんですけど、はい、今回はナオさんにジャッジしていただこうと思います。頑張ります。それでは今回はね、5期生の中から選びましたこの3名です。どうぞ。いや、出てき方下手くそ。慌ただしい、ういういし。さあさあさあ、出てきました。ちっこいですね。じゃあね、早速一人目からいきましょう。おな、いいですか、なんか荷物がね、いっぱいだね。だいぶ相当ついちゃうけど、一応名前と何をするか聞いてもいいですか。石橋いぶきです。キックホ…間違えた。キックボクシングで、バックハンドブローっていう技があるので、それと、ちょっと叩いたり蹴ったりしたいと思います。いや、まさかこんな可愛い子供からバックなんとかなんとかみたいな、すごい難しいことが出てきましたけど、じゃあ早速やっていただきましょうか、はい、じゃあ見せてください。それを、あ、いや待って待って待って、いや待って、なんかこういうの初めてなんだけど。まあ、じゃあまあ言ってもね、13歳。そうですそうです、8年目、8年目の先輩、頑張ってください。ちょっと想像つかないですね。あ、そう、立ち位置が逆みたいです。それではじゃあ、いぶきちゃん、よろしくお願いします。あ、説明が行われております。これはね、裏でやっといてもらったらよかったんですけれども、はい、じゃあやってみましょうか。お願いします。13歳が21歳を吹き飛ばしました。すごいね。いやいや、もうこれの意味みたいな、もうこれ越しに殴られました。すごいね、すごい。いや、なんか意外性があって、すごい、めちゃくちゃいいですね。ありがとうございます。拍手お願いします。かっこいい。いいね、やっぱこういうね、意外なギャップがあるのもすごいいいですよね、うん、本当にすごい。じゃあ2人目いきたいと思います。じゃあお名前と何を披露してくれるか言ってください。お願いします。上島楓です。バトントワリングをします。おお、バトントワリング。ちょっとおしゃれな。あ、じゃあ、すごい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 、マジすごいのやつやん。ねえ、なんでそんな、なんかみんな一芸持ってんの、うん、すごい。なんか私が昔特技ピカソのフルネーム言えるとか言ったら、もうめちゃくちゃ恥ずかしい。すごすぎる。すごいね。ねえ、いや天才ですね。習ってたんやね。はい、習ってました。まだマイクには慣れてないみたいな。すいません。地声で返事を。距離感がね、つかめないみたいで。すごい。よし、じゃあ最後いきますか。満を持して、はい、毛ぶらですけども。毛ぶらですよ。心配。工藤遥香です。お一瞬で歯茎を出したいと思います。え、一瞬で歯茎を、まあ、まだね、分かんないですか皆さん。出す、一瞬で歯茎を出してくれるんですね。じゃあじゃあ遥香ちゃん、よろしくお願いします。さあ、じゃあ3、2、1がいいかな。せーの、3、2、1。いや、確かに。ちょっと待って、この2つの後にようできたなそれ。いやでもね、はるかちゃんはめちゃくちゃすごくて、はい、うん、あのこうやってみんなそれぞれ一つずつこう発表してくれたんですけど、他の5期生もみんな、うん、あのはるかちゃんだけはもうすごい数の提案をねしてくださったんですよ、はい、ちょっと映りますかね。もう一人でもこんなにも富吉オーディションにかけてきてるんですよ。もう貪欲も貪欲ですよ。14個。しかもあの歯茎ネタで2個数稼いでるんですよね。いろんな、ね、ちょっとね、見てみたいのいっぱいあるんですよ ね、 そうね、面白そうなの。なぜステージでスライム作れると思ったん。あ、でもなんか一人バドミントンいいじゃないですか。
一人バドミントン。あ、一人バドミントン。あ、じゃあぜひ一人バドミントンやってもらえますか。エアバドミントン一人でできる。あ、なんかマイクフォローとかした方がいいですか。できます。じゃあ一人バドミントンお願いします。ダメだ私これずっと見てられる。いや、なおバドミントンやってたんで分かるんですけど、もうゴリ強い人の掛け声。あ、でもなおさんも昔いやバドミントンやってましたよね。いや本当にもう5年前ぐらいにあの徳川将軍を言いながらエアバドミントンみたいなやってたんですけど、まさかこんな形でね。ざわざわしておりますけど、ここでねやっぱり2人の試合見たいですよね。試合エアバドミントン試合、ぜひぜひここで。え、大丈夫 TDC で。あんな感動のステージがあった後ですけれども、そっちのコートにやってもらっていいですか。いや、真剣勝負でよろしくお願いします。どっちだ、どっち勝つの。いや、ナオが負けるまで絶対続くやん。もう絶対何が何でも打ち返す。ゴリ強いやん。いや、もういいですね、貪欲さが、うん、面白かったですね、素晴らしいですね、本当に。こんな感じですか、ね、こんな感じで大丈夫ですかね。うん、はい。さあ、じゃあこれで優勝者を決めなきゃいけないんですよ、ナオさん。優勝者ですか。はい、あ、今回のね、優勝者決めました。それでは優勝者の発表をお願いします。迷ったんですけど工藤遥香ちゃんで。やっぱもう手ぶらからのね、14個もネタ持ってきてるんで。そうなんですよ、もうこれからね、富吉オーディションレギュラーでぜひよろしくお願いします、ね、もう優勝商品もこれです。富吉オーディションレギュラーね、ぜひね、お願いしたいなと思います。皆さんありがとうございました、はい、ありがとう、ありがとうございました。本当にね、個性豊かなメンバーが多くて、これからが本当に非常に楽しみですね、はい、ちょっと、それでは続いてに行きたいと思います、はい、続いてはですね、あんな曲やこんな懐かしい曲も入った HKT メドレーです。どうぞ。
I'm not afraid of the dark.
ごと転びそうになってしまったけれど、隣にあなたはいないの。
秒の途中まだ未来はすぐと先の見えない場所
懐かしメドレーをね、ザザザッとあれ聞いていただきましたけど、 あ、そうだそうだ、ね、今日はですね、お願いします。いつも2人 MC のところをちょっと5期生の永野ちゃんに来ていただいたんですけど、うん、まあでもその前にちょっともう一人紹介したい子がいて、なんか実はね、うんうん、5期生がちょっと裏で泣いてました一人。え、どうしたのって理由を聞いたら、うんうん、ちょっと理由が特殊だったから、うん、ちょっと呼んでみようと思って、うん、急に誰誰誰どうぞ。本当に私もガチで知らない。いやマジそうだっけ、ごめん、急に言ってなかったね。え、どうしたの、まだ泣いてる。え、ここ迷子センターじゃないよね。え、お家わかるよね。え、どうしたん、自己紹介してもらっていい、できるかな。HKT48 5期生研究生の竹本くるみです。よろしくお願いします。くるみちゃん、くるみちゃんが竹本ちゃん泣いてたの。え、どうしたの。じゃあ理由を言ってください。さっき5期生の曲を紹介する前に、うん、藤原さんが猿年の人って聞かれた時に、私は猿年なのにね、猿年なのに言わなかったよね。私怒ってるからね。猿年って言ったら猿年って言ってよ。こんなに悲しい気持ちになるなんて、もう私たち怒ってる。あー、泣いちゃった。さしこちゃん怒ってるよ。これでいいかな。ごめんね、泣かしちゃって。で、猿年って言いた、言う勇気がなかったんだよね。そう、猿年って忘れちゃってます。あ、自分が猿年ということ。じゃあこれから自分が猿年という意識をしっかり持ってステージに立って、ね、ありがとうね、くるみちゃんでした。よかったね。いや、もうこれだけ、本当にこれだけね。ありがとう、頑張ってね、猿年として頑張ろう。もう同級やん、ね、もうなんかめっちゃ泣いてたの。かわいい、ういういしい。そんなことってありえる。そんなさ、もう一生懸命ネタ絞り出してさ、裸同然の格好でブラ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 やばいよ。あ、で、なんで呼んだかというと、みやびちゃんさっきも話したんだけど、うん、青春高校出てたじゃない、はいはいはい、で、こうやって今そっちを諦めてこっちに来てくれたわけじゃない、うん、まあ、だから中井理香が本当に性格がいいのか悪いのかっていうのをここではちょっと、いや、もうそれだけは聞きたいがためね。それだけなのよ。もう本当にサシさんがどうしても呼びたいって言うから、それだけは、そう、それだけ聞きたくて、うん、じゃあ長野みやびちゃんここに入れようって言って、そうそう、うちらちゃんと話したことないけど今日さ、それだけ聞きたいがために呼ぶっていうね。じゃあ結局中井理香ちゃんいい子なの。いや、本当に生放送前とかに、うん、あのなんかお菓子のラムネ、うんうん、くださったりして。え、そんな安上がりなもんでさ、いいのか。ラムネだぞ。え、ときめきました。ときめいたんだ。優しいな、うん、優しいんだ。メンヘラだとは思う。いや、ちょっとなんか気分の浮き沈みがあるやっぱそれはあるよ。よかった、それだけで安心。まあ、いい子なんだけど、ね、これがあるってことね。わ、かった。まあ、でも、いい意味で裏を持ってない感じはありますけど。そうだね、そうだね、そうだね。そのまんまやなって感じ。はい、大慌て、そうです。でね、本当に、え、ダンス見ました？メロンジュース。個性いっぱい。でも、自分的には別に変だなって思わないんだよね。いや、上手ではないと思ってるんですけど、うんうんうん、なんか本当に頑張ってる、一生懸命頑張って、でも本当に頑張って練習一番してるんだよ、知ってた。そう、だから誰よりも一生懸命やから注意しづらいんやけど、誰よりも下手なんよ。かわいい。でもそれでもめっちゃ上手くなってるから。いや、そう、本当に、ね、本当ですか。本当デビュー前の、ね、レッスン V から比べたらもうすごい成長だね。最初のさ、セレクションの時に私、みんながもう泣きながら踊ってるわけよ、うん、やっぱここまで頑張ったの全部見せたいっていうのを、うん、で必死で踊ってくれてたんだけど、私もちょっとメイクノイズ踊ってる時もうなんじゃこらと思ってなんか、ね、見せないと伝わらないと思うんだけど、一回タタ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 って5回腕を刺すとこがあるんですけど、そこで長野ちゃんが死ぬないぐらい刺したの。そうそう、しかもなんかもうどれか当たる野郎的な感じでさ、確率じゃないから、あれ、マジで当たったらラッキーって。でもなんか愛おしいよね。愛おしい、なんかすごい逸材が来た感がある。うん、うん、なんかサイスさんが踊ってほしい部分があるって。あ、そう、メロンジュース踊ってほしいの。メロンジュースね。メロン、さっきの、あ、さくらも見たいとこあるんだよね。あ、そう、すいません、いいですか。うん、いいですか、リクエストしてるんですよ。ほら、つく上の上、今羽を合わせ、ちょっとバタフライの、ちょっと気になっちゃった、すいません。ほら、つくれの上これさ、もうやばい、ニホリさんのこのエアロビのやつ
せーの、ほら机の上で待って、それ何ヤッキーに絡まれた。どうしたそれマジで何本当どうなんだっけ。あいつマンがめっちゃ持ってるよ。おー、さすがさすがさすがっすね。面白いね。面白すぎる。ずっとそのままでいてほしい。でも上手くなっていくから寂しい。でも真央って一生下手だったよね。そうなんよ、真央ちゃん見とる感じがするんよ ね嬉しい子、可愛い子がまた入ってくる。しかも一生懸命だから、うん、そうですね。じゃあ4人でちょっと話しますか。じゃあみやびちゃんありがとう。ごめんね。ありがとうございました。中井理香が性格良かった。新種の呼び方。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。何話す？すごい、何この歌。なんかすごいよ。思い出のほとんど歌ったじゃないですか。すぐ泣いた。私も泣いた、うん、先に泣いた方がアイス。うん、それもまた泣けるわ、うん、で、裏で、うん、どっちが先泣いたのってメンバーに言われて、うん、村重が、なおって言いました。え、浮気相手の名前言った。ショックめっちゃショックだった。なおって言った。でもね、マジでよかったよ。本当に。え、本当ですか、うん、すぐ泣きすぎじゃないですか。いや、すぐ泣きすぎだけど、ね、でもそれ込みでなんか、うん、ほんで、あなた生意気リップス間違えてましたから、ね、嘘。どこ？すいません。分かってた自分で。あ、ま、ここ？はい。あ、そう。分かった。あんな踊り間違えるとかあんの？すいません。ちょっと日本のテンポ遅かったよね。ちょっと時差が。またこういう感じで。ちょっとすいません。ちょっとゆっくりやもん。しょうがない。時差がちょっとあったから。ちょっと早いもん。まずそっから。ね。え、もうこれ言っちゃっていい感じ。私さ、イヤモギないからさ、ちょっとサスさんが。あ、イヤモギないやついんの今日。イヤモギないやつ MC すな。マジで。じゃあ次行こうか。はい、行きましょう、うん、皆さん後半戦も盛り上がっていきますか。もっともっと声出せますか。あ、じゃあ皆さんちょっと立ってもらっていいですか、その前に。立っていきましょう。それではもう一回いきますよ。声出す準備できてますか。ありがとうございます。続いてはこの曲です。どうぞ。誰かのために何かしてますか？
多すぎるの。学校十分に負担ばかり、校庭を歩くだけで窓辺に鈴なりの女子廊下にすれ違ったらチャンスは逃さない。一瞬の隙を見て試してみるわ。 Hey 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 スクスクは3回1回じゃ少なすぎる4回もおいしい3回くらいがちょうどいい。
悲しくなっちゃった。
か裸みたいになってるけどなんか2人ねこのポジションでやるのがもうなくなっちゃうかもしれないって思ったなまあでも2年後帰ってくるよって言ったけど、もし究極の干され麺になってたらもうここではないかもね究極干され麺究極の干され麺なんでも究極のまあ、あ、こんなあんなに明るい究極の干され麺もいるんだからさあんなにこんなに明るいね、ちゃんとさくらとなこが言った後もねしっかり頑張ってみましょうよ。はい、じゃあせっかくなんで2人からはい一言ずついただきましょう。まあそうですね、2年半の間はこう HKT のみんなと活動はできないんですけど、こうずっと HKT の時からずっと応援してくださってる皆さんがこれからも応援していただけるように精一杯頑張って絶対に成長して帰ってきたいなと思ってます。なのでこれからもなこと咲ちゃんの応援と HKT の応援をよろしくお願いします。そうですね。思い出がね、ありすぎるから少し離れるってだけでもやっぱり寂しさはあるんですけど、今新しい土地で少し活動してみて HKT で学んだことを本当に役に立ってるなと思って、 HKT で7年間やってきたことは無駄じゃないんだなって思ったので、きっとこれから少し離れる2年半も絶対無駄にならないと思うので、お互いにとって切磋琢磨し合って遠くにいても仲間だからずっと応援してください。最後の曲行きましょう。花ちゃん、はい、花だっけ違うっけ花な、何がですか、なんか魚人みたいな顔にあ、2人か、1人ことずっと煽っててたんだっけ。じゃああとお願いします。はい、ちょっとしんみりしちゃったんですけど、まだまだ最後盛り上がっていきますか。人生で一番大きい声出せますか。それでは HKT48 です。せーの、最高かよ。
さあ、コンサートの終盤でいよいよラストなんですが、ここで報告があります。私、指原莉乃は HKT48 を卒業します。急になってしまって本当に申し訳ないんですけど、でももう何年も前からずっと決めていて、すでに卒業コンサートの日程も一部のスタッフと話して決めています。まずは、卒業コンサートの日程を発表させてください。卒業コンサートは、4月28日に、これちょっとびっくりすると思う、横浜スタジアムで行います。で、福岡の皆さんとのご挨拶は、アイドルを卒業した後に5月28日に福岡マリンメッセで、指原莉乃大感謝祭を行いたいと思います。ちょっとまずびっくりさせてしまって本当に申し訳ないんですけど、でもずっと前からずっと心のどこかにあって、でもみんなが本当に大好きで、それにずっと甘えて私もなかなか卒業発表ができなくて、いつも今日かもしれないと思ってコンサートを進めてきました。でもこのコンサートがスタッフから教えられた時に今日言いたいって思ったので、私の最後のわがままだと思って許してください。でもすごく考えて、いっぱい考えて出した結果なので、応援してくださると私の背中を押していただけると嬉しいです。何を言っていいのかちょっとわからないんですけど、平成のギリギリまで、年号が変わるまで一生懸命アイドルとして頑張りたいなと思っているので、ね、ごめんね、本当にもう申し訳ないっていうか、申し訳ないって言ったら自分が決断したことなのであんまり言いたくないんですけど、本当に HKT が大好きなので次の HKT が見てみたいなと思います。応援よろしくお願いします。じゃあ歌おう。じゃあもう曲いっちゃうからね。頑張ってよ、こんなんで泣いてたらもうダメだよ。頑張ってよ、ね、歌うよ、頑張れってね、頑張ろう。それでは聞いてください。引っ越しました。
と思ってたらいけると思ったので発表したので信じてます。二人も頑張って、私も頑張ります。じゃあ歌うからね、私が。遥か広がる丘の裏、瞳閉じれば分かるだろう。頬に触れる確かな風と、誰かが近くにいることを。明るいやつ歌える？このまま終わる？じゃあもう一曲歌おうか。もう一回公演する。無理だよ、私も体力ないしさ、ね、じゃあもう一回曲、なんか明るい歌歌って終わる？サクタベ歌う？ね、そうしましょうか。え？どう、え、このまま終わんのか、変な感じで。本当に本当に信じてるから発表したから。え、ね、なこもさくらももっと強くなって帰ってきてくれるって分かってるし、それまでに2人、みんなが2人の2人が、あ、こんなにね守ってくれてたんだって思うぐらい頑張ってほしいの。だから頑張って、私もギリギリまでもうちょっと頑張るからね。はい、じゃあ歌うよ。じゃあみんなも泣いてばっかいないで元気に声出してくれますか。ラスト、いくぞ。はい、本当に踊ってください皆さん、ちゃんと。花びら、遥か風に吹かれた。
すごい泣きながらの発表になってしまってごめんなさい。本当に HKT のみんなが大好きだから自分の中で決断しました。私の背中も HKT メンバーの背中もこれからも押してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。頭下げろや。はい、ね、じゃあ挨拶しましょう。